こんばんは47。一人目のターゲットは教会で朗読会を開催中。招待制のイベントだから、招待状を手に入れるか、もしくは別の方法で侵入する必要があるわね。情報によれば工作員の方もすでに到着済み。二人は深夜に待ち合わせをしているわ。教会の鐘の音に気をつけていてちょうだい。受け渡しが終わったら彼らは姿をくらますはず。その前に息の根を止めるのよ。ウイルス兵器の回収も忘れないように。小さなものだけど彼らのうちのどちらかが持っているはずよ。くれぐれも気をつけて。幸運を祈るわ。楽な仕事だ。この男のお師匠さんを応援してりゃいいんだろ。まあ墓地へ行く途中に何かなければ。あ、あれがブラザー・アフラム。どうやら警戒している様子はないわね。ブラザー・アフラムを排除、見事。よくやったわ、47。回収班を待機させておくから、脱出まで気を抜かないように。ここで間違いないわね。ブラザー・アクラムはここを拠点にしているはず。彼はきっと神経質なのね。今のが何か誰か見てこい。
さて、続けようか。早朝のニューイングランドに吹く風は身も震えるような寒さだった。私は母からもらったショールを羽織り、草の上へと足を踏み入れた。もうすぐ夜が明けることを泣く泣く実感していた。日の光が差し込むとともに、マイケルとコンスタンティンの姿と形はなくなり、私は次の夜まで一人きりになってしまうのだ。昨晩は皆で話し合い、私たちはニューランドダウンへ行って、そこで降霊会をすることに決めた。私の意見が正しければ危険だ。なぜなら影はそこにいるはずだからだ。影の話をしていた時、コンスタンティンの口数は少なくなっていた。暗闇の王国がニューランドダウンの沖を全て覆い、ボストンもほとんど覆われていることが彼が黙り込む原因だと私は知っていた。彼にとってそこへ行くことは危険なのだろう。しかし彼自身は覚悟を決めており、私たちもその理由を知っていた。私は二人と一緒に草の上を歩き、空が明るくなるのを待った。夜が明け、二人ともいなくなってしまう。そしてこの朝初めて二人のうちの片方が戻ってこれなくなるのかもしれない。みんな聞いてくれてありがとう。続きは戻ってきてからにしよう。それじゃあまた。皆さん、もうすぐグレイズが本にサインいたします。何を書いてほしいか今のうちに考えておいてください。物騒なものを見つけたんだ。ちょっと調べてくれないか。あれがクレイグ・ブラック、未来の大量殺人犯よ。死亡確認、クレイグ・ブラックを排除。全目標完了、さすがネ47。